銀河ラバー、皆さんこんにちは。今日のアレンです。今回アレンはこちらの大通りの方に来てます。というのもですね、大好きな北海道工房さんに行く途中でこの道を歩いてたんですが、実は偶然ですね、こういったものを発見しました。こちらご覧ください。皆さんこちら見たことありますか？ミャンマーで。ミャンマーに来たことない方は、こういった光景を初めて見るのかなと思うんですけど、ミャンマーの至る所でこういったなんか鳥かごの中に十数羽の鳥がこうやって入っている光景があります。ミガラバンマーはい、って感じで今回はこちら の鳥かごが一体何なのかっていうのを今回アレンが実証したいと思います。はい、こちらの煎茶とですね、およそ大体75円ぐらいの日本円でいきます。こちらを渡すと鳥を1匹こうやって取ってくれます。はい、こういう感じで甘みを取ってくれて、その鳥をこういう感じで、はい、こちらが今回の自分が選んだ鳥なんですけど、こうやってついる鳥の中がこうやって1匹を選んでもらいました。はい、それでこの鳥をこうやって空に返してあげると自分の願いだったりとか幸せとかこういったのが叶うって言われてます。では行きます。3、2、1、はい、飛んでいきました。はい、という感じでこの鳥たちを、お金を払って逃がしてあげると、こういう感じで自分の幸せが叶ったり願い事が叶うって言われています。日本でいうとお賽銭に近い形でミャンマーでこういってあります。協力してくれた方ありがとうございました。チェズニバーです。はい、こちら今回アレンが見つけた鳥かごの実証というか、はい、こんな感じでいろいろなところにミャンマーには鳥かごがあって、そういう感じで鳥を逃がすことができるので、もしもなんかミャンマーに来て幸せになりたいなと思った方とか、もしもどうしても叶えたい願いがある方は、こういう感じで煎茶と大体70円とかを払って、渡すと1匹逃がしてくれるので、こういう感じで小鳥を逃がしてあげることで幸せをぜひ掴んでください。またこれからもなんかミャンマーあるあるをどんどん投稿していきたいなと思うので、これからもよろしくお願いします。ではこの辺で失礼します。タッター。